化石一化石一9月25日から1928年5月4日は、日本の衆議院議員、弁護士、千葉県海上部に朝日町出身。1894年、東京法学院に入学したが、日清戦争で招集を受け、不評、第二連帯に入った。翌年、異界英守備のため再び招集された。1897年、東京法学院を卒業。 1900年、弁護士試験に合格し、翌年に開業した。1918年には、東京弁護士会副会長に就任し、また日本弁護士協会理事も2回務めた。1904年、第9回衆議院議員総選挙に出馬し当選。以後、5期連続当選を果たした。1917年4月、第13回総選挙で当選したが、 衆議院議員選挙訴訟の結果、安保軍での選挙が無効となり、同年12月8日、千葉県知事により、宇沢わふさ吉上昭一郎、木村正次郎、関和智、津田木一、宇沢栄井八、柏原文太郎、磯野隆土屋清三郎と共に当選証書が取り消され、議員を退職した。国連大使等を務めた外交官の加瀬俊一はいつを、 外交評論家の加瀬秀明は孫。ありがとうございます。